今回鳥居さくらちゃんに来ていただきました、はい、高校2年生ですね、はいはいはい、滝川第二高校、はいはい、2年生ながら全国大会などで素晴らしい結果を残しています、はい、2022年日本ジュニア3位、3位、うん、もうその他にもねずっと上位にいっぱいあの成績表を見たんだけど、うん、すごいもうずびっちり上位ばっかりが、うんはい、常に上位、はい、上位つってもトップ5、うん、優勝、ね、関西マッチプレーもね、はい、あの優勝しましたけれども、はい、関西アマチュア選手権ですもんね、はいはい、あれは2位でした。あ、2位、あ、うん、なんだろうな、優勝もぽつりぽつりと、そうですね、はいはい、ありまして、うんはい、なんかねやっぱりちょっとそのさくらちゃんのクラブセッティングを、はい、今回はちょっと紹介していただきながら、はい、ちょっとウォーミングアップしていただこうと、はいはい、思います、はいはい、いつも何からウォーミングアップはされるの？大体は52度ぐらいからアプローチをします、うん、あ、アプローチ、はい、じゃあちょっといつものようにやってみてください、はい、クラブを先に、あ、そうですね、はい、クラブ紹介クラブ紹介ですから、はいはいはい、クリーブランドの RTX6、はい、シャフトが 90g、 MCI の 90g のR ですね、 R ですね、はい、うんはい、あ、ウォーミングアップするから5条2号脱ぐね、いいですか、はい、どうぞもう律儀にねあの私の応援グッズをすいませんしてくださって、すいませんちょっと、はい、応援 しなきゃいけない、じゃあ応援してもらっちゃってるんで、ここで脱いでもらいましょうね、はい、ね、ちょっとじゃあ打たしてもらおういつものように、うん、人のグラブを打つというね、これもなかなか面白いよね、自分で言うのもなんだけど、あ、こんな 50g の 90g の R シャフトってこんな感じなんだ、柔らかいねやっぱり、はい、あ、お着替え完了しましたか、はい、はい、さくらちゃんこのクラブはどのぐらい使ってるんですか？これは結構長いですね、でも結構溝が潰れたら、あ、変えてる、変えてるって感じなんで、まだ、え、じゃあこのシャフト歴も長い、この MCI の90、どのぐらい、はい、MCI 歴は結構もう小ん中学生1年生ぐらいから MCI なんですけど、はい、グラムはコロコロ変えてます、えらい、成長でに応じて、はい、あの変えてってるんだ、あのすごい、あのもうそもそもめっちゃ初歩的な質問ですけど、何歳からゴルフやってんの？小学校1年生ぐらいですね、5歳6歳ってことは今年で何年目、10年ぐらいですかね、もう高2にしてもうゴルフ歴10年、うんうん、はい、で、ヨゴさん偉い、うん、穴開けてる、この穴開けは誰の提案で、自分で、これは、いや違います、もう普通に工房さんと話し合って、うん、ちょっと重たいのを穴開けて軽くして、うん、そう、重いもんです、ヨゴさんの、うん、なんとなくバランスいくつぐらいと思う、ちょうどいいね、 D2 とかじゃない、 D2 いや、これ結構重いから、俺も、うん、あのこれ買った時穴開けたもん自分で、うんうんうん、RTX、うん、ね、えら、うん、いいウェッジですよね、うん、はい、それが、58、52、48、はい、はい、なるほど、を入れてますということですね、うん、顔めちゃいいよね、この、うん、RTX はかぶってないし、めちゃくちゃいい、僕も買ったもん、これ、うん、買いましたよね、うん、へえ、穴開けは58度だけか、そう、あ、そういうのから始めるんですね、はい、へえ、松山みたいだな、え、なんでまたそういう、その手は何ですか、手は肩が変な方向向かないように一応平行意識して、あ、なるほどね、右手一本で打つと右肩出てきやすいもんね、はい、っていうことなんだ、うん、あ、そうですね、だいたい5球5球ぐらい、やっぱ同調してて綺麗だね、うん、もう上手い感が漂うね、そういう片手打ちだけで、右から始めて左で、左、それを52度でやるんだ、
5回5回ぐらいなんですか。そうですね、大体は5回5回ぐらい。試合によっては球数が結構少ないとことか、はい、多いとことかもあるので、多いとこは結構しっかりやってます。なるほど。でアイアンが、アイアンはね、ZX5 ですね、のマーク2をピッチングから6番まで、はい、マーク2なんだこれ。はい、マーク2、新しい方ですね。マーク2はマーク2って書いてなかったっけ。書いてるじゃないですか。あ、本当だ。これは何番や。8番や。9番、うん、はい、あ、軽くなった。はい、アイアンは 80g なんです。そうなんです。ウェッジは重くして、アイアンは軽めに。あ、次勝手に9番渡しちゃいましたけど、何で次は。だいたいそうですね、9、7ユーティリティ1本、ウッドドライバーって感じです。はい、ちょっとまだカゴありますからね、ボール、はい、やっぱスイングが綺麗だな。あ、いいね、今時なのかな、スイングが。もううちらはパーシモンで板巻きだったから、ボールがくっついちゃうから、どうしてもダウンスイングでフェースが開いちゃうんだよな、うん、そうですね。今の子たちは開閉ないもんな。公式テニスと軟式テニスやってたぐらいスイング違うよな。ねえ、ほんとそれじゃ曲がんないよね。クラブフェースがずっとボールの方向、目標方向向いてますね、うんうん、曲がったのか感じです、うんね、はい、はい、そして次はユーティリティぐらい行くんです。次は7番ヤンぐらい行きます。昨日一生懸命拭いてくれたみたいです気持ちを込めて拭きました綺麗、ね、に。おぉ、いい球。なんさ、はい、うちらと違って勝手にローテーションしないで球が捕まるからかっこいいよね、うん、なんか一生懸命こねくり回して球捕まえに行くからさ、うん、違うわ。いや、抜けた。これあれなのかな、やっぱり道具がそうさしてんだろうね、やっぱり。パーシモンの糸巻きだったらやっぱ開いて入ってこないとボールがずっとくっついちゃうからな、うん、なるほどな。ユーティリティも紹介。ユーティリティ、はい、これはスリクソンの ZX ユーティリティ28度。ほう、これは結構ロフトネタユーティリティですね。あの6番アイアンの次にしてはシャフト結構固めだね。 HB の 6S、はい、ダイヤモンドスピーダーってちょっと高いやつかな、ね、面がすごくいいです。はい、これはオールスリクソン。はい、ボールもスリクソン。はい、これ6番アイアンとの飛距離の差は何ヤードぐらいあるんですか。6番アイアンとだったら10ぐらいは変わります。10ぐらい変わります。6番アイアンで何ヤードなんですか。6番アイアンで今160ぐらいで、うん、これが70ぐらい。170で80、これが80から85ぐらいです。それが22度。これ22度、はい、4U、はい、190とか。 6S と、うん、だからその6番ユーティリティがロフト寝てる割には飛ぶってことですね、きっと。そうですね、うんうん、結構顔も良くて、うん、打ちやすい感じあります、ね、ちょっとだけこうオフセットが入ってて、うん、だからその分捕まりそうでしっかり前に行くんでしょうね、はあ、
いいですね。はい、そしてウッド系がクリークがロフト18度、ね、そしてスプーンが、はい、15度と15度 ZX マーク2で、シャフトがそれぞれスピダイン X の緑 50S ですね。 50S、うん、はい、クリークいきます。はい、おお、うん、いい。スプーンすげえ顔良くなったね、スリクソン。あ、ごめんね。あ、いいですよ。はいはい。すげえな。いい球ですね。ありがとうございます。なんかレベルが高いね。はい、素晴らしいね、素晴らしい。おお、さあ、そしてドライバー、はい、こちらはフジクラブ、はい、50S と、はい、ちょっとドライバーだけ向こうの打席に、あ、行かなきゃいけないな、はい、移動しましょう、はい、よし、うん、ちょっとじゃあドライバーはもう15分であれなんで、うんうん、はい、じゃあドライバーは割愛して、はい、割愛しましょう、はいはい、ZX5 のマーク2、はい、9.5 度の LS ちょっと回してますね、はい、0.5 度立ててます。 0.5 度立てて、うん、9.5 0.5 立てるってことは9度だ。グリップも反対向いてます。お、結構立ってる、女子にしては。うん、すごい、あ、本当だ、すごい立ってる。これリアル9度、リアル9度 ないよ、ないんじゃないかな。おお、はい、はい、ということで、はい、はい、鳥さくらちゃんのクラブ紹介とウォーミングアップ映像でした。はい、はい、ちょっと時系列前後するかもわかりませんが、はい、来月に向けて、はい、私も練習しなければいけないという気持ちに焦っておりますので、はい、これ対決後になる、対決になります、はい、後に流れます。はい、はい、横田道場破り、はい、真剣勝負してますので、そちらもご覧ください。はい、